はい、おはようございます。社畜くんです。よろしくお願いします。お、マイクが。じゃあね、やっぱり夏目からいきます。今回もトゲピー指を振る縛りプレイ関東編やっていきます。3年前から予期してたのね。はいはい。まあこれはまあ、とは元気のかけら1個しかないのが渋いな。まあカズマの先生の爪を発揮しないと多分フーディンには勝てないので、まあエーフィーにはちょっとすんなり勝ってほしいとこだけどな。かまいたちで半分以上いくんじゃないかな。なんか連続で受けた気分になってやだなこれ。あ、ゴッドバードか。どう ?8 割ぐらい。どうしよう。先生、しない。まあなぁ。まあまあまあ。カズマは最後に取っといて。まあ前回はちょっとね、バリアードまでに、やられすぎましたね。そう、このエーフィーの砂かけもチャンスっちゃチャンスなんですよね。一旦消費してくれるんで。うわぁ。まあ、ここでね、当てれないあたりがちょっとダメだよな。武蔵。ああ。倒そう、武蔵。頼む。ああ。名悪引き継いでどうする？てか、ナナミでよかったな。ミスった。よし、倒せよ。倒せよ。頼む。いや、いけるか。あ、火炎車ってどっち物理。ああ、特殊かい。いやーねー。砂かけでしょ。そう、もう分かってんだ。こっちの初手が砂かけなのは。ナイス。よし。弱すぎて倒せないかと思ったけど、なんとかなりましたね。わ、あいつバトンタッチして、経験値だけ。まあ、バリアードで、まあ、ナナミごめんだけど、みんなのアイドル、ナナミちゃん。男だけどね。まあ、ここで復活はさしときましょう。バリアーかリフレクターしてほしいな。あー、まあ信じて。まあ信じだけでバリアードを倒せれば全然可能性を感じられるんだけどね。硬くなるは意味ないな。特防を上げてほしい。そしたらなんかめっちゃ耐えてない。え、びっくりするぐらいダメージ低いんだけど。特防高いのか信じ。ああ、2発耐えるもんね。ああ、倒そう。いやー、いらない。もうアイテムゲーでいくしかないな。ね、うわー、出たー、出たよこれ。あ、でもここでこの80耐えるかどうかは結構重要。耐えねえか。いや、耐えるんじゃない。はい、よし。
68ダメージ。これならいけるね。これいけるでしょ。急所怖いなぐらい。アイテムいっぱいあるし。あれ、いけるでしょって言ったけど、半分以上受けてるか。68だと。あ、71ダメ。無理じゃん。じゃあ。どうしよう。あ、さ、カズマだったらいけそうだな。ごめんな、武蔵。あれ、カズマの方が特防低い？いや、それはねえな。はい。耐えるよね。あぶねえ。余裕こいてたけど全然だったな。ナイス！勝ったんじゃない？これは勝てる。頼むよ。12回もあるしな、カズマが。これは勝つでしょ。ああ、2ターン消費。まあ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 、物理は正しいよ。いいでしょう、いいでしょう。あ、悪くないね。え、強い。え、急所当ててる。おいー。はい、あ。頼む。念力は違うな。混乱しねえかな。ち。ああ、まあいいけど。だよね。わあ、でもリフレクタートントンか、これで。ノーマルの物理技をしてくれれば。ああ、いいじゃん。いいよ。あ、急所当たりやすいもんね。あ、先制した。あ、いいんじゃないか。タイプはなんだ。あ、今一つ引くんか、ここで。引くというか、エスパータイプってこと？格闘家エスパー？あー、違うんだよなー。あ、まあリフレクターあるのか。自己再生しんどいな。先生、自己再生。いやな、これで物理技が出れば倒せる。頼むよ。もういいよ。ああ、悪くないけどさ。よし。いやー、当ててくれよ、それは。うん、自己再生出たよ。うざすぎる。メガホン当てなかったのしんどいな。ああ、まあいいけど。変な技したな。あと3回しかない、指を振るが。ああ、危ねえ。まあお膳立てはしてるからね。ナイス！よし。悪くない。悪くないよ。あとバリアードね。まあ一応ここは3に託そう。回復しなくてもね、倒せるかもしんないし。はい。あー、リフレクターね。もういいよ、一撃必殺で。ああ、まあ大爆発とかでもいいんだけどな。
うわあ。防御めっちゃ上げてくる。ナイス。はい、防御無視です。勝ちましたね。どんぐらい受けるさ。ああ、まあ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 、2発耐えるか。よし、ナイス。弱っ。耐える、よし、いいよ。ああ、あれ、今一つ、あ、格闘か。あー、はい、シンジはギリ耐えるよね。うん、あ、耐えねえのか。あ、耐えるか。あー、ロックオンは意味ないね。あ、リフレクターしてくれた。でも、もう一撃必殺しろ。ロックオンからの、あー、まあまあまあ、やりました。いやー、しんどかったな。はい、夏目かわいい。マジでめちゃくちゃ好きだ。あ、シンジが進化しそう。まあ、させんけど。あ、シンジ、武蔵が。はい。うるさい。はい、ゴールドバッチゲット。うん。潜在的な力を引き出してくれるもの。抽象的。はい、じゃあ改めまして、エリカいきます。リカ。夏目よりは楽だと思うけどな。なんか初代と位置ちょっと違くない？この、居合切りのやつ。はい。覗き見じいさんまだいんのかな？いた。え、距離離れてない？え、これなんかおかしくない？マップ微妙に違うのはなんでなんだろう。ああ。ああ、逃れられない。逃れられない戦いがここにあります。はい。エリカお姉ちゃんは私たちが守るでしゅう。ありがとう、幼女。おはよう、女。かわいい。双子ちゃんのミキとマキ。まあ、マキがタイプですね。強えな。四天王でも見たぞ、ラフレシアだって。お、来ました。てってん。めちゃくちゃ。あー、危ない。よし、やれ。やれやれ。見してやれ。6段階攻撃力アップ技。はい。十分。十分。まあまあ。急所。そもそも悪タイプって特殊だった気がすんな。あー。まあ、ちょっと腹太鼓を使ってるんで回復しますね。いきましょう。倒していいよ。暴れろ。ああ。わけわか。ああ。技が弱いな、相手は。ナイス。まあ、腹太鼓を使った意味がない戦闘でしたね、これは。はい、66レベル。強いな。ウツボット。うわー、かわいい。素早さ勝てんだ。テレポート。回避率はどうでもいいな。うわー、どうでもよくなかった。
はい、やっちゃって。ナイス、あ、ナイスだな、これ。やったろ。火炎クローは物理だよね。はい。はい、勝ちました。勝てなかったでっしゅ。でっしゅって。まあ、このまま行きましょうかね。これどうせ二人とも戦うパターンでしょう。女の子しかやっちゃいけないのだって。じゃあどうやってバチ取ればいいんですか？うわ、かわいい。まゆみ。ポポッコ。かわいいな。かわいいけど、元は全部謎の草みたいな顔してんな。ああ。倒していいよ。ああ、いいね。あ、でも、ジターンがあれか。よし。しびれたら最低だったね。鳴き声似すぎじゃない？あ、いいじゃん。的確なダメージを与えていく。うわ、うぜえ。倒してね。ナイス。素晴らしい。あー、うぜー。しびれたし。この状態異常まみれからもう一回戦闘だとちょっと嫌だな。はい。あ、効果ない。お、ナイス。ああ。ラウィドリバーバー与えたら。あ、しびれないね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。次で決めましょう。頼むよ。あ、よし。とりあえずしびれない。あー、あー、弱い。八つ当たりって効果なんなん？毒毒。いや、違うんだよな、タイミングが。常に。うん。いやー、サーンちょっと弱いな。空気読めてないな。綿奉仕しかしてこんし、こいつはこいつで。あ、やっとだ。よし。長かった。あん、悔しい。かわいい。やめてよ。あ、よかった。反対側もね。はい、ということで。あいつはいいや。ふぅ。調子良ければ戻らずそのまま、エリカ行きます。あら、お花と私どっちに見とれたの？まあ、あなたですね、完全に。好きです。いや、あなたです、もう完全に。本当好きです。いや、できればね、肌色白の方が好きなんで、そっちパターンも作ってほしかったな。はい。なんでパラスなんだろう。気持ち悪いな。あ、いいね。でも、うん。まあまあまあ。命中も下げてね。おーし、来ましたー。エリカでやってほしかったー。しかも一発目急所っていうナイスな。全員これで倒します。大人のお姉さんのたまたまね。うん。外すなよー。もう、なんで？うまくいかんわ。うん。頼むよ。まあ悪くない。
攻撃をしてほしい。あ、まあまあまあ悪くない、悪くないよ、さっきから。はい、ナイス、一発目でやってほしかった。頑張ろう、やれる、ナイス、倒すんじゃねえか、もしかして。イエイ、やったな、ケンシロウ。うん、テンテレンテンテレン、かわいい。いやね、もうどうしたらエリカさんみたいおしとやかになれるかしら。いや、あなたはね、そのままで十分魅力的です。じゃあエリカ戦いきましょう。はーい、よーできない、強いとこと寝てしまいそう。まあこれは初代と一緒ですね、セリフ。で、見た目はどうなっていることやら。あら、おしとやか。いや、でもこれは初代の方が好きだわ。ちょっとあのお姉さんに負けてますよ。でも可愛いです。お、ギガドレイン覚えてんのね。もんじゃらなんか怖えな。おやい、ナイス、ナイスです。でも8回しかない。いや、8回もあるだな、本当は10回なんだから。いいよ、ギガドレイン。ギガドレインってやだよな、普通に毒にしてくれ。よし、指を振るに対して回復系の技はマジで相性悪い。ナイス、外れろよ。よし、いや、もう倒してほしい。ああ、まあ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 、ナイス。これどうするかな、小さくなる、もったいない、もったいないね、多分。なんでも直しを使っておきましょう。うん、で、ああ、いいねいいねいいね、いや、いいね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 、初手なら全然いい。えい、あー、まあそれ当たるか。むしろ2連続外しの方が運良かったわ。あれ、わたっこって弱い、まあ、かわいいだけか。当たっちゃうな。倒せよ、倒せよ。ああ、はい、当たるんか。運良きだな。まあ耐えるよね。ああ、え、草だけ。あ、ナイス、倒せ。あー、岩砕きもね、してるもんね。よし、しょもカズマは使い物にならなくなってしまった。ウツボット、ウツボットか。最後の一体誰。あ、ラフレシアか。まあコンドームさん、わーっと、ウツボットって日本語で使えるんだ。いや、これソーラービーム無双されんじゃん。いや、死ねんかい。なんかやれ。なんですか、ゴッドバードがいい。ああ、でもまあロケットつつきもいいな、タイプ1だもん。はい、いいね。あー、あー、
まあ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 。あーうぜー。え、光合成ももしかして日差し強い方が効果高かったりします？またそれ？よう見るんだな。うん、あ、急所ね。あ、まあいいよ、5回行こう。2回。急所やめてほしい。あー急所か。いい勝負だな。ケンシロウやってやって。あー日本バレ、まあまあいい。回復技がしんどい、マジで決めてくれ。あー全然いらん、意味ないぞ。やだ、急所やん。あー剣の前してくれた。まあだとしたらもう生かす方向でいくしかない。いや無理じゃん。いや無理じゃねえのか。急所当たんなきゃ大丈夫か。いいよ、決めちゃえ、やっちまえ。いいんじゃないか。ああ、こんない。いやでもまあ HP 満タン同士スタートの剣の前してます。そして日本バレ解けたから、日本バレから入ってくれた、決めてくれ。あー、まあ、まあ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 、いい倍率引け。よし、倒していいぞー。もうあーまあどっちでもいいか。あ、綺麗花か。あー余計なことしただろこれ。いやまずい。まずいね。やばいぞ、ソーラービーム無双。耐える？あ、耐える。当てろー。それは当ててくんなきゃ困るよ。カズマ頼んだ。指を振るなんか 2,3 回しかなかなかった。はい、でもカズマ一撃必殺を出せる。アイアンテール、あ、日本バレ持ってんだ、綺麗花。恐ろしいな。でもソーラービームもうないぞ。ああで花びらの前なんだ。いやちょっともうこれもうめんどくせえ。ピピリカバー使いましょう。はい、なんでしょう。あ、激しい光が包む。よし、言葉だよね。いいね、さすがカズマ。56は急所でも耐えるよね。葉っぱ買った。
決めて。決めろ。決めていいよ。メガドレイン。はい、ちょびっと。あ、日本バレしねえんだ。そう。まあ回復しときましょうかね。ふう、なかなか長い戦いだ。はい。ああ、外す。頼むよ、日本バレ。あー、ん？あれ？あれ？あー、どうしようこれ。でも実際、イヤイしか残んないけど、もう許してほしいな、これ。本当はナナミだしね、あそこ。戦闘で使ってないし。そう。ということで、勝ちです。そら、やってやったな。日本バレーをうまく活用してやった。これで決めろ。綺麗に決めろ、もう。ああ、まあ。はい。ということで、完璧です。滅びの歌からの眠り。はい、勝ちましたー。てててん、てててん、てててててんてん。いや、長引いたな。うん。あ、技マシンくれんだ、ここでは。人によって違うもんね。はい。まあ、ということで。まあ、ちょっとね、微妙な勝ち方になっちゃって申し訳ないんですが、まあ、まあまあまあ許してください。ということで、次は、石地区行こうかな。はい、ということで、石地区着いた。で、そのまま行っちゃいましょう。あー。これね、どれが本物ですかみたいなやつね。まあ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 。あ、まあ普通に昔今日がいた位置のやつじゃないの。こいつじゃない。はい。あ、違った。秋。まあ関地区はね、今日が四天王になったんで娘がね引き継いでるんですよね、ジムを。バリア倒してくれ。眠り子なんもだるい。ナイス。いいね。ノラトレーナーでこんな強いの。はい、ガマコイ。全員、あ、もしかして甘い香り眠り子な持ってる。相当だるいけど。妖怪駅か。いいね。倒してくれ。いいね。いいですよ。シェイバーな、銀バージョンの不思議な、怖っ。なんか、舌でかっ。うわ。早えんだ、不思議なの方が、しかも。あー、いや、いらん。ナイス先生。なんかやれ。あー、まあまあまあ。もう一回甘い香りしてくれ。ナイスすぎるダメージだけどな。攻撃異常に高いな、なんか。先生ね。いや、まあいいよ、いいよ。ノーマル物理技やれ。ノーマル技やれ。頼む。いい。
あ、やばい。あ、よかったー。はい、秋に勝ちました。強いわこの人でしょ。こいつじゃないんだ。こいつかな。こいつかあいつっぽいよね。まあ、こいつかな。あ、でもこっからこう行くんだ。じゃあこいつだな多分。まあ、こいつとかあいつとか言ってるけど、一回国戦行きます。こんなに真ん中じゃないんだ。じゃあこいつか。はい。あーっていうのは嘘なあ。もてあそばれた。楽しい。女にもてあそばれるの楽しい。はい、アンズちゃんね、今日の娘。あ、なんか弱いね。他のジムに比べてちょっと弱くないですか。40何レベルだったのに。あ、ナイス。半分いく。いいね。急所じゃねえね。初手クロバットね。まあ親を継いでるよね、ちゃんと。うわ、当たんないね。倒そう。あーあー、やだ。クロバットめっちゃ光ってた。はい、はい、よ、倒そう。倒して。あー微妙。急所でいける。あ、全然違う。急所でいけたな。切り裂くも葉っぱカッターも急所に当たんなかったですね。普通にいけ。よし、倒しとこう。あーで、いやートゲキャノンよう出んな。なんかトゲキャノンでよう倒すな本当に。あー全然見てなかった。連打しちゃった。まあ信じていきましょう。なんかいやいる。またドガスね。自爆されんじゃないのこれ。毒毒はやばい。もういや、もう跳ねてる場合じゃないんだって。毒にされてるもん。何やってんの。やり返さなくていいよ。全然与えないもん。まあそりゃそうなんだけどさ。いや普通に、あ、だから冬とかないか。普通に地面技でいい。行こう。あ、まあいい。まあ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 、ちょ、こんなとこで苦戦してる場合じゃないのよ。はい、あ、ヘドロバフだね。まあ自爆される前に倒して。あ、続き行くんじゃない。いいね。あ、またドガス。またまたドガス。またまたドガス。はい、レベルも同じ。均等に育てる羽ね。嫌な技よな。全員毒毒か。ダメじゃん。はい、さあ半分はいこうな。こっちが受ける方じゃないのよ半分って。ない。うん、いや言いづらい、言いづらいけどさんがやってくれましたね。倒せんの。ああ、さすがにね。ああ、金銀強えのかしら。いいですね。行こうケンシロウ。アリアドス。親父のより弱いぞ。関東はみんな四天王より強いのにここだけ弱いぞ。大丈夫か。おい、激鱗はナイス。これで終わらせたら、でもあれか。まあしかも2発しかいかないか。
はい。はい、ナイス。で、あ、モルホンね。まあ、武蔵も出ておこう。一人一冊。モルホンなんか、かっこいいな。カブトムシみたいじゃない？頭。何？クリティカッター。クリティカッターなんか使うんだ。自己再生。やばいぞ。早めに攻撃して、武蔵。だるい、これは。当てろー。いや、ちょっとだるいな。全然受けない。体当たり、しかも外す。やばーい、やばい。これはやばいよ。いやー、まあいいけど。やばすぎない？必中の技ってあるっけ？でもそれ出るわけないしな。うわー、当たればよかった。やばいやばいやばい。4回。これで 50% ぐらいでしょ。ナイス！凍らして。ああ、まあ、ひでえな。ひどいぞ、あいつ。クソがいる。ああ、惜しい。え、何回積まれた？ハイエ分身。確かね、金銀は6回で 33% なんですよ。当たった。しかも電磁砲が当たった。やった。ありがとうございます。武蔵、やるな。強いね、あんた。あんたって言うな。負けたよ、完璧に。ほら、これ持ってって。ピンクバッジよ。ちょっと、君はちょっとね、ジムリーダーとしてはまだ未熟すぎるね。多分、すべての中で一番弱かった。それの強さで毒々みんなに分けてたらやばいよ。もう。あれ？なんでこいつ男なの？え？結構可愛く変装してたでしょ。おめえ口調だし。はい。まあ、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ジム、まあ、今回3つだったけど、前回負けたんでね、まあ、2つずつぐらいクリアしていけたらなと思っております。じゃ今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。